こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はマイライフでジーナミくんの続きやっていきたいと思います。いつも高評価ありがとうございます。高評価が多ければジーナミくんはもっと成長していきます。今日は現在出てるミッションを確認していきましょう。年間ミッション大魔神の貫禄、こちらシーズン中に40セーブ防御率 2.00 未満という内容なんですが、すでにオールスター前で43セーブ、あとは防御率をキープするだけ。次に金徳ミッション球威がある投球術、こちら重い球の上怪物球威の金徳ミッションになっております。期間中合計20試合で全試合長打0と激ムズミッション、まだ1試合しか経過しておりません。ということで今日はオールスターからやっていきたいと思います。オールスターはおそらく去年同様2試合とも登板できると思うんで、その間はなりきりプレイやりましょう。6回目だって。原監督、そして誰だ、ブセニッツ。オールスター楽しみましょう。さあ登板だ、 MVP が欲しいよね。なのでセリーグの守護神として投げさせてくれませんね、残念ながらね。まあ負けてる試合でも投げさせてくれるとは分かってたんでよかったんだけど、阿部日を持っててさらに広角も持っている浅村さん、やだね。パワー A のミート B をえぐすぎるでしょ。で三振持ち、 OK、 ツーシーム OKOK、 大丈夫大丈夫、いや安心するな。いつもはショート北条さんですからね。初球丸持ってるから嫌だな、警戒して。オッケー、ナイスボール、で前ストうい、さらには落としていく、当てるね、任せろ。最後は前ストだ、ここ、甘い、取れないか、取れないか、いや一本打たれてしまったな、もったいねえな。あーごめんなさい、ずれた、めちゃくちゃずれた、これはあかんぜあかんぜ、もう点は絶対許さないのよ。最後はね、勝ち投手になるというね、夢が、未来があるんでね、大丈夫。よし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 。球が甘くいっちゃうね。なんかさ、日本代表みたいじゃない相手。パリーグね、代表じゃなくて、日本代表みたいなバッターが並んどる。よし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 。ベースカバーは入らん。よしよし。オッケーですよ。負ける。まあまあまあ、登板できて、しっかりとね、まあヒット、それと、デッドボール、やってしまったけども、無失点だったんでいいでしょう。お、宮崎さん、あざーす、日本代表になっちまおうぜ。で移動して、ここからはまたなりきりプレイですね。オールスターゲームだ、いやさっきもやったし、さあ行こうぜ。今度こそねセーブを上げたいので、そのままキープ。よしよし、おっと、待て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 、なぜなぜ8回からだ、2イニング投げさせる気か。それはそれでめんどくせえが、まあそれだったらね、抑えてやってもいいよ。 OKOK、 オッケー、大丈夫大丈夫、よしよしよし、これで2イニングしっかり抑えれば MVP の可能性ありますからね。ただ三振がね取れる気しないんだよね、難易度上がってからは。惜しい、でボール球と見せかけたボール球、これはパットで引っ掛けさせる。よし抜けるか、大丈夫大丈夫、打球反応ついてるからね、ピッチャーゴロが理想だったが、坂本くん逆境固め、いやらしいですね。インコースヒッター持ってるね。じゃあここ、うい、オッケー、完璧なコース、ドヤドヤドヤやるなとね。はいはい、やっぱね2イニング来ましたね。 MVP もらえるかな、どうだどうだ、大丈夫か。よし、サンキューサンキュー。で、うわー出た、森くんだ。ジーナミくんのね苦手な森くんですね。うわ待って待って待って、乱調がついてる。この乱調コントロールがマイナス20らしいのよ、危ねー。なのでもともと15の選手ね、まあ藤波くんがもともと15らしいんだけども、乱調がつくとコントロールが0、いや1になるのよ。赤得でコントロールが0になる男。オッケー、やったー、これ完璧リリーフ、やったぜーヒーロー。嬉しいですね、まさかの MVP をもらっていく男、それがジーナミだ。いいね、副賞、あ、もらうもらう。うわ、
車欲しかったな本当はな。でもね、選択肢にないので車売っとけばよかったな。売れたっけあれ。高級腕時計もらおうか。よっしゃ、オールスターでもセーブを上げていく。強いですね。そしてちょっと疲れてるな。では移動してここは休みましょうか。ジーナミ選手お疲れ様です。なんだ、うちの球団職員さん初見じゃないんだね。今日は嬉しいニュースを持ってきました。週刊ボールパーク。何これ。50年以上の歴史を持つ野球専門誌。やるね。コラムのオファーが来たんです。何何、1ページ連載とやりますね。これは何か思ったよりもファン増えねえ。では奥井に電話したいと思います。ついにね、奥井を強化する時が来たようだ。合コンを開いてくれ。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。でもまずはね、一緒に練習で能力を上げてってあげましょう。二軍なのがねかわいそうなのでね、奥井がどんどんと進化していくのを見たい。ということでレギュラーシーズンに戻ったんで、また通常プレイ行きましょう。さあ活躍してやろうぜ。行きます。オーバーするチャンスを与えてくれ。オールスターじゃなくてレギュラーシーズンも、まあ初戦ぐらいはね許してあげましょう。どうせね、どうせめちゃくちゃ登板させられると思うんで。ああ、あざす、おごりの飯ですね。うん、嬉しい、体力回復、あざす。で、デーゲームか、連戦か。奥井と遊びたかったぜ。さあ行きましょう。どうだい、今度は投げさせてくれるかと思ったら無理そうだな、うん、無理は禁物、休みます。今日はあまり阪神打線さんがよろしくないのかな。また奥井と練習しましょうか。電話をかけて合コンを開いてくれっていうのがねすごい気になるんだよね。まあそのうちやりましょう。奥井をどんどんと強化していきたい。今日のテーマは奥井を強化。さあ行くぞ、やるぞ。お、来たわね、えなつさん。これグラブが欲しいんで絶対登板でお願いします。おい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 、ガルシアさんな、三振勝負は嫌だね。ジーナミくんだけ投げるって方向でお願いします。怪物9位のミッションのためにもボコボコやないかい、ダルビッシュさん。マジか、いやでもあるよあるよ、ないよあるよないよ、負ける。ボコボコすぎて登板するチャンスがないだと。うわー、えなつさんも帰ってしまうしな。投げてんだよ、 OB の前で全然投げれないね。奥い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 とひたすら練習だ。さあ頑張ろう。奥いをね一軍に上げてバッテリーを組みたい。では上昇気流に乗れ、こちら読んでいきましょう。尻上がりですね。着くかな、やったぜ、着いたぜ。ジナミ、近くで花火大会があるんだ。そう、奥いと本当は練習したかったんですけど、二軍なのでね。セリーグのタイトル争い、最多セーブ争いはドン、43セーブ、圧倒的や。2位、23セーブ、20個差ですね。超絶余裕、独走だ。やったぜ、タイトル争いにいると金が入ると。ではスポーツ治療院行きたいと思います。ここに行ってフォーム分析、これでコンスタを上げていくと。できればね球速も上げてほしいんですが、変化球も上がらないのよね。では行くぞ、今度こそ投げさせてくれよ。オールスターから投げてない、急なお休み期間ありますからね、ジナン君。ただここは完全じゃノーノー、いや回避でも負ける。全然投げれないで、逆に日程が進みすぎて困る。東京の能力研究所行っておきましょう。投資ができるようにとりあえずするだけしておきましょうか。まずはねここをやっとくことによってレベルを上げると。じゃあ今日なりきりプレイにすればもしかしたら登板できるのかな。そう考えてなりきりプレイでね勝負。 OB に見に来てほしいんだよね。さあなりきりプレイにすれば登板できる説ですから、そんなことはないのかな。ダメだ、オールスター系5試合かな6試合かな投げてないよね。さすがにまずいぜ、出番なかった。まあまあまあ、じゃあ終わりかな。てかさ、調子が落ちてくのが辛い。また能力研究所、これでレベルが上がるんで投資ができるようになったと。さすがに投げさせてくれや。オールスターで終わりとかね、寂しすぎて
このまま行くとあるよあるよあるよ、くるくるくる、きた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 、やっと投げれるよ、やっとセーブがつく。そうだ、一戦奪三振まであと1個ね、あと1個なので記念に取っちゃおうぜ。最後はおい、オッケー、きた、褒めて褒めて、来ました、一戦奪三振、やったぜ、記念すべきね、一戦奪三振、今日のパートでね達成しました。嬉しいな、うまい、取れない、高山くんか、高山くんがレフトにいると、相変わらずのね、多分二軍なんだろうね、梶谷さん、中村明さんは走らせねえよ。まあ2点差あるんでね、あのバッター集中でいいかと思います。 OK 三振、まあまあまあ仕方がない、三振じゃなかった、 OK、 危ねえ危ねえ、ラッキーラッキー、もうね点は許さん、絶対に防御率を悪くしたくない、 OK です、はい、しっかりとセーブを上げる。一戦奪三振をもっとね、もっとみんなに知られたいね、おそらくねパワフルスポーツで発表があるかと思いますが、来るよね、違うんかい、まあいいまあいい、家族にね、家族に祝ってほしいところではあったけども、来たよ来たよ、南城です、かわいい、タイガースの G 並選手が大記録を打ち立てました、通算一戦奪三振ありがとうございます。4人少なで、ここは移動で、で兵庫に戻ってきて中日戦、首位攻防なんだよね、なんだかんだで4ゲームとすごい狭いので、気合で勝たなければならない。さあ行きましょう、投げなくてもいいから勝ってくれ、投げなくてもいいから勝ってくれ、投げらなななオッケー、マジで投げないんだけど、なんでマジで投げなかったんですが、なぜですか、なぜですか、9回投げさせていいんじゃないの、セーブがつくだろう、でデーゲームですね、なんか突っ込みどころしかないわね。まあ首位攻防ね、初戦取れたのはでかい、そのまま行って、そのまま行って逆転されない、勝つ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 、うわランナーいるだろう、オッケー、一球勝利投手とかかっこいいもの、あーぶねー、ど真ん中の嫉妬、一球勝利投手という夢はダメだったが、山田哲人さんか、ちょっと牽制しとこう、走らせね走らせね、甘いか、いや大丈夫、よーしょっと、これであとは勝つだけ、あとは勝つだけ、勝利投手、投げさせるんですか、うん、悪くはないけどね、悪くはないんだけれども、できれば金徳ミッション中なんでね、長打を打たれたら即終了だと思うと、あまり投げたくない、1試合あたりも1人でいい、1打者でいい、うわすげえとこ入れたね、よいしょー、ジナミ取って、自分で取って、オッケーオッケーオッケー、自分で取ってくれや、いつね打たれるか分かんないからね、だからこそ早くね、確実に終われる時に終わっておきたい、怖いんだよな長打一発、ういーからの前袖で今度は入れる、よしよしよし、ヒットなど打たせん、あとは勝つ、あとは勝つ、勝つ勝つ、勝てない、負けるんか、勝つんだ、さよならギータありがとう。最後点取られたの誰だ、岩崎さんか、いやーずるいな、いいな、勝ち運欲しいな、ジナミ君もな、全然勝ちをもらえないね。では奥井と練習しましょうか、電話をかけて、あ待てよ、合コン行きたいな、ちょっと初見にはね飽きてきたんでね、浮気というものをしてみましょう、もっと彼女のことを大切に、彼女じゃありません、もう嫁です、わーっと評価が下がる、つまらな、奥井超つまらねえな、あんな男だとは思わなかったぜ、浮気現場をとねやりたかったね、今日どこまでやろうかな、さあやるぞやるぞ、いくぞ、投げれるのか、よそのままそのまま、これ来ました、来ませんね、来ませんでしたね、もう1週間行くか、今日録画時間的にねまだ30分も経ってないんですよね、奥井の成長頑張りましょう、どんどんと育てていく、さっきはな合コン行こうと思ったのに、真面目なやつめ、浮気の一つもできないでプロ野球選手を名乗るんじゃない、
では川岸行きたいと思います。釣りスキルを上げていく。現在は B、 もう少しで A になると思うんで、今日は良いぞということで早めにあげる。もうね、大量にしか釣れないわな。40匹は超えるだろう。はい、35。まだまだだね。7月が終わったタイガースは10勝13敗。負けたな。だいぶ負けたな。残念。では料理研究所行ってみたいと思います。ここで体力を回復させてくれるんじゃなかろうかと読んで行くがどうだ。あまりだね。微妙にしか回復しないで、あと17試合、なげー、全然投げれねえじゃん。待って、これシーズンオフになったらどうなんの。シーズンオフになったら来年に持ち越しか、それとも終了か。投げれる、投げれる。なんだ、うわー、嫌な場面だね。しかもチャンビーとか嫌だわ。これは1点取られてもいいからこそね、気持ちを軽く。オッケー、素晴らしい。気持ち、超気持ちいいね。で、あとアウト1個でいい。絶対に長打は打たせない。しかもセーブを上げる。いいね、ゲームセット。守護神という起用法が素晴らしいのかな。45セーブよ、早くない。まあ今日はね、だいぶペース落ちたけどもね、登板ペース落ちたけども、それでもハイペース、60セーブぐらいいっちゃうかもしれないね。では相手が取りやすい送球、こちら読んでいきましょう。読書でね、あー絶不調になった。うん、あと読みたいのはその一冊だけなので、クイックは C のまんまでいいからね、送球 G をどうにかしたい。投げるんだ、投げるのか、投げるんだ。あぶねー、また9回だね。また9回に逆転をしてくれた。あざっす、ありがてー。おい、あっと、ごめんごめん、銀次さんな。銀次さんは抑えていくぞ。よし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 、内野ゴロ量産機、それが G 並みのピッチング。上田さん、うい、大丈夫でしょう。長打は絶対に許さないな。あっとヒットリー、あっとヒットリー。おい、ジャスト出せないと。結構厳しいね、だいぶずれるね。ナイスピッチ、オッケー。送球 G など怖くない。はい、連続セーブ、ありがとうございます。今日も G 並みくん調子いいですね。うん、投げれなかった期間がね、ちょっとあっただけで、普通に調子いいわ。オリジナル変化球が上がってく。では、料理研究所、また行きましょう。とりあえず、早くやる気をね、また上げたいね。絶不調だと、いつ何があるかわからない。怖くて怖くてしょうがない。さあ、また、登板だ。やっていきます。また登板できそうな気がする。あ、無理かな。無理かな。どうかな。負けたね。まあ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 ね、無理に勝ち、いやセーブの試合で投げる必要ないのでね。そしておそらく移動して広島か。 OK ですよ、3連勝中、やるじゃない。僕はドピスタさんと戦いたくないです。なのでいいよ。あっと、逆転だ、負けろ。いい試合ではあったが、結局ね、負けてしまいましたね。今日あんま投げてないよな。で、デーゲームと、その前に、あー、お土産ね。うん。初見にお土産。千里にもお土産買ってこう。さあ行きましょう。今度こそ、今度こそ投げる。いいね。そのままキープ。この試合は、あー、バカバカバカ。投げたい。投げたかったのに、投げれない。間違えて、休んでしまいました。体力満タンなのにもったいな。ってことで、本日ラスト試合になります。なりきりプレイで。おっと、来た来た来た。これで投げさせてくれ。大野豊さん、お願いします。大野グラブが欲しい。どうだいどうだい。多分、多分、投げれ、投げ、投げ、投げれない。今日は登板超少ないね。だいぶカットしてどのくらいの時間になるかかな。では、グリーンティー屋行きましょう。大好きな緑茶よ。2万の緑茶を飲みながら、読書で、ね、あとはもうね、この送球本しかないんでね、これをひたすらに上げていく。
早急が上がればもう何も怖くない。引き続きいきましょう。読書が大好き、緑茶が大好き、早急が大好き、いや早急は大嫌いかな。さあジーナミ君、どんどんと成長していきます。ということで今日はここまでにしましょう。球威がある投球術、結局今日はレギュラーシーズン4試合しか投げてないってことかね。残り15試合なので今日は4試合しか投げてない。全然投げてないね。でもオールスターでは大活躍、 MVP ゲットしたのでいいでしょう。それではまた次回の動画もお楽しみに。バイバッチ。